さあ皆さんこんにちは。今日はなんとシンガポールに来ております。なぜシンガポールと思われる方がいらっしゃると思うんですけれども、今日はですねフィットサミットというもう世界何十カ国からも集まってやるこのフィットネスの祭典みたいな、まあ、ビジネス系の話が結構多いんですけれども、その、イベントがシンガポールでありますので、それに来てみました。それでは皆さん一緒に行ってみましょう。はい、シンガポールなんですけれども、とりあえずエレベーターが動いてない、謎の現象、エレベーターが動いてない、かなりやばいんじゃないかと。後ろの女の子たちはあの階段を使うことにしたらしいです、はい、日本ではなかなかないですよね、エレベーターが動いてない。シンガポールもめちゃめちゃ発展してて、めちゃめちゃ清潔な国なんですよ。なんだけどたまにそういうことがある。シンガポールっていうのは国なんですけど、なんか町なんですよね。ただの町がなんか国になったみたいな感じで、確か人口500万人ぐらいかな。だからまあなんか東京よりももうちょっと小さい町がなんか国になったみたいな感じでも、まあ、国の政策とかによってもうとにかく外国の資本がめっちゃ入るんで、こういうイベントめっちゃやりやすいんですよ、日本とかより。はい、ということで来ました。フィットって書いてありますね、フィット。で、まあ、この中にこうやって皆さんがいろいろ書いてらっしゃいますね。自分の名前とか自分の、会社の名前とかを書いてます。で、ここがレセプションエリアですね。はい、特に何もないです、行ってみましょう。で、まあ、ここでいろんなバッジとか、まあ、なんかいろんな、入るのに必要なやつをやります。僕はもうさっきやったの、はい、じゃあ歩いていきましょう。はい、ちなみに今日撮影してくれてるのはこの人です。おう、ジャスティン、ありがとう。皆さんこんにちは、ジャスティンです。よろしくお願いします。はい、2人で来てます。男旅ですというもう完全におじさん2人の旅になってます。はい、ですね、まあ、こうやってブースがちょっとずつ並んでるんですよ。はい、綺麗なお姉さん綺麗なお姉さんとか日本語で言っても大丈夫っていうこの環境がなんか嬉しい。はい、で、まあ、こういうもう一個一個説明するとあれなんですけれども、まず思うのは日本のブランドが少ない、そして日本人の参加者が少なすぎる。もうこれね、世界的なフィットネスのイベントなんですけれども、もうほとんどがやっぱり欧米系のブランドと、あとはまあ、アジアのブランドも少しって感じなんですけど、まあ、でもその中に少しでもね日本の人たちもいたりするんで、まあ、そういう人たちにも会えたらいいなと思って、はい、まあ、ここもそうですね、これプロテイン系かな、はい、のミルクシェイクみたいなやつですね。はい、じゃあこっちから行ってみましょう。はい、ここにもですね、まあ、フランチャイズって書いてあるんですけど、一つなんかね、ここでフランチャイズ系の、人があそこの前に立っていろんなスピーチをするっていう、まあ、一つのところですね。はい、まあ、だからいろんなクラブとか、まあ、そういう、フランチャイズのビジネスを助けてる会社さんとかそういう人たちもここに来てた。はい、ね、日本人全然いないですよ。もっとこう多分もっとこうジャパンって感じがなんか出てきたらいいですよね。頑張ります。もうなんか孤軍奮闘感が今出てます。はい、で、ここがあの VIP ルーム、VIP ルーム。この選ばれし者しか入れない部屋がこの先にあります。はい、行ってみましょう。ここはこのイベントのスポンサーだったり。まあ、スポンサーさんですねが基本こういうのをもらって入れるっていうところ。見てください、このもうここはアメリカ化状態ですよ。ほとんど白人まあ、もちろんアジア人もいるんですけど、で、中でご飯とかも、もう好き放題食べれる。さっきジャスティンがなんか一回ご飯食べたのにもう一回ここで食べるっていう荒技をやってました。ご飯はまあシンガポールのご飯、シンガポールのご飯あれですね、鶏とかなんかカレーとかそういうのが多いですよね。はい、どれもとても美味しそうでございます。
はい、とはいえ本当になんかすごい、あのこのなんか世界のフィットネスの人たちが一堂にここに会してるって、そんな感じです。だから素敵な女の子もたまにうろついてます。素敵な女の子もたまにうろついてる、はい、ということで、この奥ですね、奥行ってみましょう。この奥が、まあ、メインの公演会場ですね。で、さっきもあれしたんですけれども、実はさっきここでルネサンスの副社長の望月さんがスピーカーをされておりました。多分日本人で唯一のスピーカーじゃないかなと思います。1日でなんか 2,30 人ぐらいバーって喋るんですけど、そのうちの1人で話されてました。それはまた別でちょっと編集して入れたらなと思います。今ちょっと休憩中なんで、みんななんかのほほんとした感じですね。はい、という感じです。え、行ってみましょう。なんかこのなんかシンガポールって本当に、なんだろうな、あ、この人は司会のあれで、はい、ナイス、ナイス、グッドトゥシーユー、あの司会の人めっちゃかっこいい、あの、それをYour name again? ロス・キャンボー、ロス・キャンボー、ロス・キャンボーさん、あのね、めちゃめちゃなんか有名で、あの、なんだろうな、いろんなテレビとかも出てらっしゃる、あの人です。Sorry, I'm speaking Japanese. As long as it's good. All right, welcome to the event. Thank you for joining us. Yeah. Thank you very much. Have a great event, folks. Okay. Yeah, thanks. Nice, buddy. Thank you.あのめっちゃタトゥーかっこいいでしょ、あのねあの人が司会ですね、このイベントの司会をやって、まあ、次は誰が喋ります誰が喋りますみたいなことをやってくれる、はい、めっちゃ有名な人で、まあそうだから、シンガポールはいろんな国が入りやすい、そもそもその行政だったりビジネスの仕組みになってるんで、まああと公用語がね英語なんですよ、まあ、英語っていうか実は公用語って決められたものがなくて、中国語とか英語とかマレー語とかそういうのを全部使っていいよっていう、ただなんとなくみんな英語が喋れるよっていう状態なんで、もう海外の人も来やすいということで、はい、すいません。ということでここにもこういうなんか名前を書いていいマップがあります。はい、いいですね。ジャスティン見つけられるかな我らが、我らが、我らが JWI JWI YES Alpha NASM Zumba Japan YAH ジャスティンがさっき書いてくれました、はい、すいません、一応来た痕跡を残そうと思って、はい、行きましょう。他にはジャパンではタニタ、タニタ、タニタさんも来ております。でもそれくらいかな、日本は。まずさっきのルネサンスの望月さんがまあ呼ばれていたという感じですね、はい、でまあまったりするエリアがここにあります。あ、そうだ、これ下見るとねスポンサーのあれがあるんですけれども、一個そっちで、ぜひこれはちょっと見せよう、あれ、あっちだ、あっちだ、ごめん、あっちだ、あっちだ、これ多分知ってる方も多い、スポンサーがいっぱいあると思う。マイゾーンですね、マイゾーンは確かブラボーさんかな、ブラボーさんが取り扱ってらっしゃったと思いますね、はい、で、じゃじゃーん、はい、我らがナスム、ナスムって言っちゃダメなんだっけ、 NASM とアファでございます、はい、頑張ってます。で、こっちにもスポンサーが書いてあって、プラチナムスポンサー、プラチナム、プラチナムスポンサー、何百社もスポンサーがあるんですけど、その中のプラチナムスポンサーで、我らが NASM とアファがそこに入っているということでございますよ、はい、そのおかげで僕も来れたということなんです、はい、でこのあとこの辺のいろんな会社の人たちとミーティングとかも入っておりますので、もし何か興味のあるものがあればぜひ教えていただいたら嬉しいです。はい、ということで、じゃあ次のあれに行ってみましょう。
We just won. なんか日本のスポルテックあるじゃないですか。そう、行ったことある方はご存知だと思うんですけど、なんかスポルテックみたいな感じですね。ただなんとなくそれを欧米風にして、なんかホテルの中でやってるっていう感じです。はい、来ました。もうブースゾーンですね。もうブースがありすぎて一個一個説明するのはできないんですけれども、あ、さっき言った我らがジャパン、谷田さんいらっしゃいました。はい、日本語もある、なんか嬉しい。日本語も書いてあります。嬉しいです。はい、まあ、なんだろうな、世界だと例えばインボディとかその辺とかと競合してるのかな。でもやっぱ我らがタニタですよね。えやっぱ嬉しいですよね、こうやって頑張って世界に打って出て、勝負しようという意気込み。なんとなく見た感じ日本のスタッフさんはいない感じ。多分現地のマレーシアの、あ、マレーシアじゃない、シンガポールのタニタさんたちなのかなという感じなんですけれども、はい、まあ、頑張って応援したいですよ、やっぱりね。はい、でこっちもとりあえずブースがたくさんありますということでございます。